Grazie per essere qui oggi. Possiamo cominciare? Purtroppo è ora.このライバル対決は見逃せません。注目のビッグマッチは間もなくキックオフです。どんな結末になるんでしょうか。 EATV でご覧ください。前半のキックオフです。こちらがホームチームの先発メンバーです。こちらがインテルの先発メンバーです。ゴールキーパーボノ、バレーラとゴレツカが中盤の真ん中、攻撃の布陣は2トップを採用しています。2人のコンビネーションに注目です。どこを狙ったんでしょうか。ゴールキックです。プレーを見てみましょう。まずはこのスルーパスを褒めるべきですね。よく見ていました。フィニッシュも完璧でしたね。ニアサイドのポストギアを狙って見事に決めてきました。ツイグラー、さあこれはインテルですね。キーパーのダイビング途中ですが、ここで他会場の経過をお伝えします。どうやら PK があったようですね。はい、ホームチームに PK が与えられました。これを得点に結びつけています。勢いよく放たれたシュートは左ポストに当たってネットを揺らしました。現在スコアは1対0。時間はこれはチャンスです。ゴールを許しません。キーパーのダイビングセーブ。ツイグラー。前半終了の笛が吹かれました。前半はインテルが相手を圧倒していました。ここまでは文句のつけようがないパフォーマンスを見せています。ダウタロ打ってきたぞ。しかしここはキーパーがしっかり反応しました。相手が寄せてきます。きるか。素晴らしいセーブ。ここは難を逃れます。さてここでスタジオから他会場の動きをお知らせいたします。どうやら PK があったようですね。はい、ユベントスが PK を獲得しました。ボールをセットしたミリクが見事シュートを成功させています。キーパーの動きに惑わされることなくしっかりゴール左下に決めてみせました。現在スコアは2対0、時間は57分を過ぎたところです。わかりました。ビッグチャンスです。このボールは止めただけ。クリアできるか。かなりゴールに迫られましたが、これで危険は回避しました。中村敬斗、ボールを取り返します。相手の動きを読んでいました。ツイグラ、ポゼッションを取り返す。敵陣へボールを運ぶチャンスになりそうでしたが、攻撃は阻止され、ボールは相手に渡りました。中村敬斗、ボールはインテルから相手に渡ります。中村、ドリブルで前に運びます。相手のチャンスをファールで阻止したようです。このプレーにはカードが出てもおかしくありません。これはポストのおかげですね。もう少し外にそれていたら帰っていたと思います。選手の交代があるようです。試合終了まであと10分となりました。さてここで情報が入ってきました。ジェノアの試合でスコアが動いたようです。はい、最初のゴールがジェノアに生まれています。現在スコアは1対1、時間は81分を過ぎたところです。ありがとうございました。また動きがあれば報告をお願いします。プレーを見てみましょう。浮かせたパスをディフェンダー越しにつなぎました。そして最後は強烈なフィニッシュ。キーパーとの1対1でしたが冷静にかわしましたね。このプレーにはキーパーもお手上げでしょう。いいところが全くありませんでしたね。相手にあれだけ好きにやられればこのスコアも当然でしょう。今日の問題を。Ringraziamo il mister per aver accettato di rispondere ad alcune domande. Lasciamo andare il mister che ringrazia.この後始まる熱戦を前にしてすでに大勢のサポーターでスタンドは埋め尽くされています。今日はこのピッチの上でどんなゲームを見せてくれるのでしょうか。選手たちが全力を尽くして戦い、90分後にはその結果が明らかになります。どちらのチームも貪欲に勝利を求め、間違いなく激戦になるはずです。生中継でご覧ください。ホームチームの先発メンバーです。ファウルがありました。フリーキックが与えられます。レフェリーが今のプレーに注意を与えています。まさかにはポスト側に打ってくるとは思いませんでしたが、それにしてもあのコースをセーブできないのはキーパーの問題だと思います。ボールは相手に渡りました。主審がファウルを取っています。フリーキックになります。ピンチでしたが、チームの調子がさらに上向いてきました。一人で局面を切り開いてますね。これは頼もしいでしょう。監督も今すぐ選手に檄を飛ばしたいでしょうが、まずはここから挽回を考えなければなりません。石川、強い当たりだ。サイドからの攻撃、スペースが空いています。少し早計でした。攻撃は阻止され、相手にボールを奪われています。上田綺世、インターセプトしました。ここで他会場の試合経過をお知らせいたします。ミランの試合でゴールが決まったようです。はい、1点目のゴールがミランに生まれました。現在スコアは狙いたいチャンスだったんですが、ここはキーパーがしっかりセーブしました。ありがとうございます。スタジオからの報告でした。繰り返しますと、ミランにゴールが生まれました。この同点弾によりスコアが1対1となり、試合は振り出しに戻っています。スローインとなります。これで3点差です。ここまでのところ、試合は一方的な展開になっています。上田綺世。ッスルが吹かれました。福西さん、ボールは外へ出ています。所を変えてきますね。シェアル、シュート、これは見事なセーブです。キーパーがよく見ていました。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。残り時間も2分です。おっと、ボールを取り返した。ドリブルで持ち込んでいます。ここで試合終了のホイッスル。勝ち点は得られません。今日はいいところが全くありませんでしたね。相手にあれだけ。La ringraziamo per aver accettato di parlare ai nostri microfoni. Grazie ancora per le sue impressioni a caldo, mister. Grazie per essere qui oggi, possiamo cominciare. Bene, la conferenza... ライバル同士の対決となったビッグマッチ、キックオフまであと少しです。さあユベントスのキックオフで試合開始です。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。ユベントスのスターティングメンバーを見ていきましょう。していました。裏を狙う。よく見えています。ドッと入った。先制ゴール。開始早々に決めてきました。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。あっとパスミスでしょうか。パスしたボールはまっすぐ相手に渡ります。ラテージ、マルコネ、ユベントスがボールを前に運びます。クラディオ・マルコネ、これはコーナーキックです。ましたね。あれが相手のミスを誘う結果になったんじゃないでしょうか。試合を止めていた分、アディショナルタイムが1分追加されます。ここはファールを取りました。フリーキックです。主審はファールを取ります。ここでホイッスル。前半が終了いたしました。終了まであと30分あります。ディオゴ・ジョッタが相手陣内へ攻め入ります。ジョッタ、いいところに出た。ゴー、勢いが止まりません。これで3点差です。この失点シーンですが、ペナルティーエリアの中で相手を自由にさせすぎですよね。もっと早めに潰しておけば防げていたんじゃないでしょうか。これは感覚も取っていると思います。チームはさらにリードを広げました。なんと4点差です。ショートレンジから素早く決めましたね。この距離で打たれたらキーパーも止めるのは難しいでしょう。ツイグラー、ドリブルでボールを運びます。これはいいところに通してきました。ここで大きく前に出します。Grazie per averci concesso alcuni minuti per rispondere alle nostre domande. Grazie ancora per le sue impressioni.